もしもし。あ、もしもし。こいち。あ、そうや。ケータか。いや、俺。こいちか。こいちか。はい。あ、な、あのちょっとあのあれで見たんやけど、うん、で東京の方へそっち行くわ。休み教えてくれ。ああ、東京。休み。うん。あ、全然。東京駅まで行くだけ。うん。休み。お、教えて一回。ああ、オッケー。いつのエントンや。え？いつのエントンや。いつのエントンや。あのもしもし、スケジュールちょっとあって、うん、全然その会えた時メールで知らせてくれるか。会えた時。ああ、オッケーオッケーオッケー。うん、東京行くさけん、わし。ああ、オッケーな。うん、お父さん何で知ったん。いや、あのな、うん、ケイタ、あの YouTube 光るで知らなんだよな、わし。うん、こんな思んなっといて知らないってことなってやん。いっとやん。知らんの。それではまあこれ工事お前、うん、石川町がどっか寄付かなんかしたんか、お金ポーンとしてへんのか。それは寄付はしたかもしれない。納税はしとる。納税はしちゃう普通に。あ、納税はしたんか。うん、ちょっとあのお金困っとんよ。工事お前知ってよ。え、車代350万出したとこ知ってよ。何の車だよ。え、会社よ。ああ、クライスラー。ああ、そう懐かしい。あれお父さんやねっけ。いや、あれ自分出してる。金ないねんか、お前。ケイタになって金返せよ。な、おいちやっぱケイタやな。言っとくわ、それ。あ、でもそれ言ったケイタに。あ、ケイタおるで。あ、もしもし。ちょっと変わって。お、あ、俺やで。もしもし、ケイタ。あ、そう今はもうヒカルやけど。ヒカルは、わしビビった、ヒカルさん。いや、ちょっとさ、いや、ちょっとさ、え、おとん金困ったやん。うん、俺金しかないから、うん、ちょっと、いな。いや、マジ、え、関西住んだ今。うん、東京行くさけんな。オッケーオッケー。コーチと言うて、東京行くさけん、お前休みの日連絡せよ、コーチに。オッケーオッケー。じゃあ、マジで、じゃあちょっとその、うん、会った時に今どんな感じなのかちょっと全部話すわ。わかった、うん、オッケー。じゃあまあそれか俺らが関西行ってもいいけど、別にどっちでもいいけど。いやいや、東京わしが行く。オッケーオッケー。まあベンツじゃないけど、まあ行くわとりあえず。じゃあオッケー。うん、ありがとう。はい。はい、おもろすぎやろ。こいつやっぱおもろすぎやろ。達也やっぱおもろいな。いや、やっぱこいつYouTube 向いとるわ絶対。俺なんておもろすぎやろ。いや、それは普通でやっとる。いや、そうやで。俺案の定言ったらやっぱ言ったやん。はいはいはい。ほんまに言ってくるやん。結構早めに言ってきました。えぐいっしょ。いや、これが勝也なんですよ。いや、やばいっしょ。だいぶ早めに想像超えてません。うん、俺が今までいろんなエピソード話してきたじゃないですか。はいはいはい。ガチっぽいっしょ。うん、ガチでしょ。なんか実際に電話で話したら意外とそんなに面白くないんじゃないかっていう、はいはい、ちょっと懸念してたじゃないですか。はい、勘違いでした。死ぬどもろいな、こいつ。これやっぱやばいわ。変わってないや。うん。